で、イギリスに行くとね、今トラック運転手年収1000万円超えるんですよね。トラック運転手イギリス全然足りなくて、で、ブレグジットっていうので、ヨーロッパからイギリスは出てくぜって言って出てって、で、出てったおかげで、ドライバーをやっていたようなポーランド人とかがいなくなっちゃったんですよ。今ブレグジットしてから、お前らイギリス人じゃないやつは出て行けって出て行かせたら、トラックドライバーみんな、ああそうなんですか、出てきますわって出てっちゃって、トラックドライバーいないよーって言って困ってる。で、トラックドライバーいないから、給料どんどん上がってるんだけど、そもそもなり手が少ないから、もう年収1000万だけど誰かトラックドライバーやりませんかみたいになってるって。で、結局ね、トラックドライバー用特別ビザみたいなのが今出るようになって、その本来であれば、そのブレグジットしたから全部イギリス人で職を回すんだって言ってたんですけど、もうなり手がいないからトラックドライバーになるんだったら特別にその労働ビザを出すよみたいになってて、それだったらブレグジットしなくてよかったじゃんっていう状態になってます。はい。